大阪日本橋の地盤くじ公式ショップで不正な販売が横行していたために営業を終了しました。バンダイナムコミュージメントは8月23日不正な販売があったとし、地盤くじ公式ショップ大阪日本橋店の営業を終了すると発表しました。地盤くじはキャラクターグッズが当たる外れなしのくじ引きで、通常賞の他に最後の1個のくじを引くともらえるラストワン賞があります。当該店舗で一部の賞品について特定の賞がなくなった後の残りのくじ券を新しいセットのくじ券の中に混ぜて販売し、本来渡すべきラストワン賞を提供していなかったことが判明したとバンダイナムコミュージメントは発表しています。このことを重く受け止め、大阪日本橋店は営業を終了しました。一番くじ取り扱い全店舗を調査した結果、他の店舗ではこのような運営は行われていなかったことを確認したと述べております。バンダイナムコミュージメントは、当店をご利用いただきましたお客様並びに購入をお待ちいただいたお客様に多大なご迷惑とご心配をおかけしましたことを深くお詫び申し上げますというとのことです。